新聞記者ですね。それも社会部。ダメか。外れましたか。いや、東都新聞ですよ。でもよくわかるね、運転さん。なーに、この辺でこの時間まで酒も飲まずに仕事してる職業なんてそうざらにあるんじゃないよ。それに雰囲気でね、お客さんなんていうのかな、好奇心旺盛なタイプだし。残念だけど、それは外れ。記者は記者でも構成担当なんですよ、僕は。構成記事の誤字や脱字を直すやつ。それも大切な仕事でしょ。まあそうですね。処分してくださいよ。ちゃんとこっち何の過失もないでね。何か救急車、救急車。はい、ただいま。おかえりなさい。どうだ調子。あ、うん、3ヶ月って言ったら大事な時期だろ。お前もう寝てなくちゃ。俺のこと待ってなくていいから大事にしろ。ん、はあ、病院は行った？何も問題ないって。そっか。それよりね、さっきうちの姉さんから電話があって、智子ちゃんが亡くなったって。智ちゃんが？心臓麻痺だっていうのよ。心臓麻痺？だってあの子まだ高校生だろ、うん、姉さんたちが家帰ったらもう倒れてたんだって。病院運んだんだけど手遅れでって。何も問題なければ教授には問題なんかあるわけないじゃないですか。お伝えぐらいやらせてくださいよ。すいません、司法解剖の必要があったんですか？それは少しでも不審な点があればね。不審な点？心臓弱かったわけじゃないようだし、夜中にバスルームの中で倒れてたんですからね。内側から鍵かかってたんですよ。内側から鍵。
きた。浅川さん、僕の記事間に合いましたかね。ちょっとね、ギリギリだったんで、どのぐらいの扱いになってるか気になったもんですから。これな、はい、浅川さん、前は社会部だったんですって。ああ。何考えてんでしょうね、会社も。浅川さんみたいな人を突然デスクワークに回すなんてね。さあな。本当は浅川さんも社会部戻りたいんじゃないんですか。おい、吉野。何すか。この記事、誰が取材してきたか知ってるか。ああ、これ、これですよ、俺の記事。ちょっと詳しい話聞かせてくれるか。野見武彦、辻陽子、この二人、最初はただの心中事件かと思ったんですよ。でもなんか変なんですよね。まず第一に、下着を下ろしたまま心中するアベックなんていますかね。それから、二人は死ぬ間際、必死に車の外に逃げ出そうとした形跡があるんですよ。これはきっと車の中に何かあったってことじゃないでしょうか。警察の見解は、解剖はしたんだろう。それがただの心臓麻痺らしいんですよ。二人ともか、ええ、そんなバカな。若い男女が突然二人同時に心臓麻痺を起こすことなんてあるもんか。でしょ。僕もそう思ったんですよ。だからこの記事もうちょっと大きく扱ってほしかったんですよ。何か薬物とか。いや、薬は検出されなかったみたいですよ。新種のウイルスとか。浅川さんやけに興味あるみたいですね。うん、実はな、これと同じような事件が2件あったんだ。2件？どちらも突然の心臓麻痺。その1件を俺は目撃してるんだよ。な、これ朝方発見されてるよな。ええ。正確な死亡時刻って出てるかな。昨日の深夜の11時から2時の間です。あ、それと発見された時、死んだ男の腕時計が壊れて止まってたそうです。なんだって。時間は0時49分。この時間に何かあったのかもしれません。浅川さん。大石智子、午前0時49分、自宅バスルーム内側から鍵。岩田修一、午前0時49分、交差点バイクで転倒、あっち行け。野見武彦、午前0時49分、森の中、車の内部で外に逃げようとする。辻陽子、午前0時49分、森の中、車の内部で外に逃げようとする。ただの偶然じゃないですか。場所も死んだ時の状況もみんなバラバラだし。いいか、健康な若い男女もな、同じ夜の全く同じ時間に心臓麻痺を起こして死んでるんだ。ただの偶然だと思うか。まあそれはそうですけど。そうだ、副部長だな。いや、今デスクにいると思います。残念だがな、浅川、こんなもん記事にならんよ。この広い東京で4人の人間が同じ時間に心臓麻痺を起こしたってだけだろ。笑われるだけだ。でもこうは考えられませんか。どこかで同じ時刻に薬を飲んだ。もしかしたらみんな一緒に。そんな薬があったら特に検出されてるだろう。いや、何か新種の薬かもしれない。いいですか。エイズだって初めはほんの小さな出来事だったんでしょ。僕に調べさせてくださいよ。お前も社会部の人間じゃないんだぞ。ああ、そうだ。それに他に被害者がいる可能性もあるわけだ。同じ時刻に
他に死んだ人がいるかもしれない。いい加減にしないか。お前なんで社会部追い出されたか忘れたわけじゃないだろう。高山隆二、俺はなもう二度とあの男と関わりたくないんだよ。スクープをものにして社会部へ戻りたいっていうお前の気持ちはよくわかるよ。しかしな、これはどう見てもただの偶然だ。ほれ、わかりました。自分の仕事場に戻るんだな。俺一人でやらせてもらいます。何？迷惑がかかりません。おい浅川。浅川さん、小栗さん、高山隆二って一体何者ですか？お前知らなかった？いや浅川さんと何かあったっていうのは知ってるんですけど、本人はあんまり話したがらないもんで。女房殺しさ。え？証拠不十分で不起訴になったけどな。え、どういうことですかそれ？大学助教授って肩書きあるのに、えらく超能力に肯定的な意見を持っててな。例によって雑誌やテレビが面白がって取り上げたりして、ちょっとしたブームにもなったんだ。そしたらそのうちに未解決の事件を投資能力を使って当ててみせるって言い出したんだ。へえ。それを企画したのが浅川だ。浅川さんが？あ、そこまでだったらうやむやで終わらせればよかったんだけどな。その後突然高山隆二の女房が死んだんだよ。第一発見者は高山だった。自宅で突然死だ。自殺の動機を見当たらない心証もない。警察は当然高山を疑った。でどうして不起訴に？そこだ。高山は地方の講演先をすっぽかして東京へ戻ってきて、女房が死んでるのを発見した。それをなんと女房が死ぬと予感したから戻ってきたと言い張ったんだよ。は？浅川は高山のその予感を信用して、大々的に高山の無実を新聞記事で社会に訴えたんだ。社会部はそのおかげで大変だったよ。大騒ぎだった。警察の出入りはあるわ。取材拒否で仕事にならない部署まで出てきた。かわいそうだが浅川には他のところに行ってもらうしかなかったんだ。なるほど。でその高山ってどんなやつなんですか？イカサマ氏だよ。それも大したイカサマ氏だ。浅川まですっかり騙されてたんだからな。浅川。こんばんは。何ですか？野々山豊さんですよね？そうですけど、何の用です？野見武彦さんが亡くなった夜に乗ってた車ってあなたのですよね？新聞記者ですか？あの日のことでしたら警察に散々聞かれましたから、向こう行ってください。あ、ちょっと待って、この名前に見覚えないですかね？大石智子と岩田修一、死んだ二人との関係調べてるんですけどね。知ってるわけないでしょこんな奴ら。一人はね18歳の女子高生で、もう一人は19歳の予備校生、第一予備校に通ってるんだ。知らないって言ってるでしょ、しつこいわよ。行こう。ちょっと待って、第一予備校？なんか思い出しました？ああいや、一週間くらい前にも俺飲みに車貸したことがあったんだけど、うん、あいつ確かその時その第一予備校、そうそう、そこで知り合った岩田ってやつと、そいつがナンパした女子高生連れて箱根のリゾートクラブ行くって言ってたんだよな。女子高生？そう、女子高生。それって智子？
大石智子じゃない？智子、そうそうそう、智子、智子、やっぱりそうか、うん、ねえ、その箱根のリゾートクラブってのはどこにあるの？いや、南箱根パシフィックランドって言って、うん、俺が会員になってる貸別荘なんだけど。どうもありがとう。死んだ4人に一つの接点が見つかった。彼らは1週間前、箱根のリゾートクラブの貸別荘で出会っていたのだ。一体そこで何があったのか。すいません。おい。こんにちは。あ、こんにちは。予約した浅川ですけど。浅川さん。うん。あ、東京の。うん。部屋の指定したいんですけど、できますか？ええ、構わないですよ。B の4号。B の4号。うん。確かこの部屋、1週間ぐらい前に若い4人連れが使いましたよね。そうだったかな。野見武彦、辻陽子、岩田修一、大石智子、覚えてない？そうですね。ええ。あ、この部屋だ。死の1週間前に4人はここに泊まった。一体何があったんだ。あ、もしもし、俺だけど。あ、和幸、どうしたの？悪いけど今日帰れそうもないや。急な仕事入っちゃってさ。なんだ、せっかくビーフシチュー作っといたのに。うわ、ごめん。本当に仕事？え？何疑ってんだよ。それより体の調子はどうだ？そうか。な、言えるかお前。何も心配すんな。うん、じゃあな。
SI 秀一岩田、岩田秀一か。これ何か載ってたのか。これを見るな。すみません。おーい。あ、すみません。何ですか。なんかビデオでも見ようかなと思ってさ。いいですよ。どれにします。それ丸。二重丸かな。僕なんかこれゾンビリア好きなんだけどな。ねえ、これは何のビデオ。ああ、これB45 に転がってたから持ってきたんだ。誰かの忘れ物でしょ。本当？ええ。いや、これ、これ貸してください。これでいいの？いいのいいの。
なギタリストは増えるばかり。どうする、ジャミコ。頑張れ、ジャミコ。もしもし、もしもし、何がおかしいんですか。お前らしい話だよ。得だなと思って飛びついたら誰も信用してくれない。そこで自分で調べ始めた。ところが今度は自分の命が危ないと思い込んでビビってんだ。そうだろう。一度に4人の人間が死んでんですよ。どうだい、そのことをどんどんいろんな奴に見せてもらったら面白いよ。みんな必死になってその消されちまった部分の謎解きに走り回るんだ。お前だって一人でするのにそっちの方がいいだろう。高山さん、わかってるよ、冗談だよ。まあお前にとって俺は疫病神みたいなもんなんだから、その俺のところにのこのこ訪ねてきたんだから相当なもんだ。見たら最後ですよ。いや、そんなかった。お前がこのビデオを見た時の異常な恐怖心な、そういう心理を分析すればこの不思議な世界の仕組みが分かるかもしれない。あれ、もうこんな時間か。崇高な攻撃してやるか。高山さん、これにコピーしておいてくれ。やり方わかるだろう。終わったらじゃあコピーここに置いておけばいいんですね。ああ、まあできるだけ早く見てこよう、お前が生きてるうちにね。今日といい、少したるんでるぞ。安心しろ。すいません。高山隆二なんかに会いに行くんじゃなかった。確かに俺は勝手な思い込みにはまり込んでるだけなのかもしれない。とすればこのテープはやっぱりただのいたずらなのか。ただいま。
ゆうべはごめんな。ねえ、和幸。高山さんという人とまだ付き合ってるの？どうして？なんとか電話があったのよ。和幸？大丈夫だよ。もう関わり合うのやめようって言うだけだ。あ、もしもし、浅川ですけど。あ、俺だ。今から俺んとこまで出てこれないか。お前からもらったこのビデオな、これは殺人予告のメッセージだ。このまんま放っといたら、この言葉通りに俺たち一週間後にやられちゃうかもしれないぞ。そんなバカな。まだ課金はないけどね。どうしてわかるんです？勘だよ、勘。こういうことの勘に関して俺は外れたことがない。それをお前が一番よく知ってるだろう。急いで来い。お前は6日、俺は7日の命だ。助かる方法はあるぞ。一体どうすれば？まずはこのビデオのケツを消したのは誰かっていうことだよ。あ、そりゃあの4人のうちの誰かでしょう。上に重なって入っていたバラエティ番組は、あの4人が箱根に泊まった夜に放送されたものです。あいつら次に見た人間を驚かそうと思って、面白半分で大事なメッセージ部分を消したんですよ。だったら、あの死んだ4人以外にもこのビデオを見た奴がいるってことだ。そしたら、そいつらは助かる方法を知ってるはずだろ。ええ、あの部屋に泊まった人間を片っ端から洗うんだ。こんばんは。どうも。大学教え子だ。先生、コーヒーでも入れましょうか。あ、そうだね。俺がなぜこのビデオが本物かもしれないと思った理由を言おうか。この映像はね、作り物にしちゃ非常によくできてる。プロの仕事かもしれない。現に4人が死んでる。だけどその割には内容が尻滅裂だ。でもね、感じるんだよ。何を？普通じゃない力を。お前の嫌いな世界になってきた。いずれにしても現実的なアプローチからいこうか。このビデオはね、大まかに言って2つのポイントがある。消耗ばっかりしてると暴行が来るぞ。どっかの方言なんだろうけど、これは言語学者に聞いてみる。次は火山の映像だ。これがどこの火山でいつの噴火なのか、それお前調べてくれ。こんなことしてて間に合うんでしょうか。やってみなきゃ分かんないよ。ちょっと待ってくださいよ。もしかしたら死ぬかもしれないんですよ。お前死ぬの怖いの？当たり前じゃないですか。死んだら何もかもなくなるんですよ。あ、そう。
死んだことあんの？あるわけないじゃないですか。お前を助けられるのは俺しかいないんだから、命が惜しかったら俺に言うこと聞け。二度と戻れない道に踏み込んだらしいぞ俺たちは。俺は会社に休みを出し、妻には会社に行くと言って調査を始めた。管理人の話によると、あの部屋にビデオデッキが設置されたのが1ヶ月前。それ以降あの部屋に泊まった客は8組あった。俺はその一人一人に電話をして、おかしなビデオを見なかったかどうか尋ねた。だがそれを見た者は見つからない。一人一人名前が消されていく。あのビデオの中のばあさんの方言だけどね、伊豆大島のものらしいんだよ。うん、その大島の南端の佐敷寺っていうところの方言が含まれてるってさ、民族学の先生が言うんだから間違いないよ。伊豆大島ですか？いや、火山も伊豆大島の三原山でした。それで、ばあさんの言葉の意味は？その後体の具合はどうだ？水遊びばかりしてるとお化けがやってくるぞ。水遊びばかりしているとお化けがやってくる。そしてついに、あの部屋に泊まった最後の一人もビデオについては何も知らないことが分かった。俺たちは自分の手で謎を解かない限り生き延びる方法はないのだ。あと5日。俺が死んだら、妻は果たしてやっていけるのだろうか。そして、父親の顔を知らないで、生まれてくる子供の人生は一体どうなるのだろうか。時間だけが残酷な速さで過ぎていく。スローモーションで見て初めて分かったんです。ほんの瞬間的なものなんですけど、それが何箇所にも。いや、俺も気にはなってたんだけどね。よし、少し整理してみるか。横たわる裸の赤ちゃん1、肩から血を出している男5、黒みの数は以上ですね。何だと思うね、これ。黒い駒は入ってるところと入ってないところがありますよね。入ってるところは火山の噴火、そして赤ん坊、そしてこの男、そしてこの次の男の場面。
ことか。黒いコマが入ってるのは現実の風景が映ってる場面だが、それも平均して3秒か4秒に1回。わからないか。人間の瞬きだよ。瞬き？ちょっと待ってくださいよ。これビデオですよ。どうして瞬き関係あるんですか？つまりこの映像はね、カメラで映したもんじゃないな。念写だ。念写？これは誰かが自分のイメージを焼き付けたもんだ。それも恨みだよ。凄まじい恨みの念だ。そんなことがあるんだよ。観念っていうのはエネルギーを持った生命体だっていうのは紀元前からあるんだ。現代ではユングだってそう言ってる。ということはこれを作ったやつは早く探し出してそいつの恨みを晴らしてやればいいんだな。俺たちはどうやって見つけ出すんです？俺には見当もつきませんよ。いや、これだけの念書ができる人間なら絶対何かの形で記録に残ってるはずだ。待てよ、伊豆の大島が。本物なのか、それとも真っ赤な偽物なのか、巷を賑わせた超能力論争に終止符を打つべく催されたこの会には、各方面から多くの人々が集まりました。超能力の存在を力説する生間平八郎氏は、科学者たちの監視する前で特製の鉛の容器に振られたサイコロの目を伊豆大島出身の超能力者山村静子女子に投資してもらおうという実験を行ったのです。しかし何度繰り返しても山村女子はサイコロの目を的中させることはできません。見守っていた観客たちもあまりの不甲斐なさに、ヤジを飛ばす者、席を立つ者、そして物を投げる輩まで出てくる始末。帝王大助教授生間氏の面目も丸つぶれのとんだ結末となってしまいました。電車なんかどこにも出てこないじゃないですか。いや、新聞記事が残ってる。山村静子が騒がれるきっかけになったのは念写なんだよ。仏像何体も念写してみせたらしい。じゃあビデオ作ったのは山村静子？いやいやいや、娘の方だ。我々が探さなくちゃならないのは山村貞子の方だ。生間平八郎と静子の間には娘が一人いたんだ。どうしてそんなことが分かるんです？このビデオ見てみろ。目線の高さなんだよ。この目線の高さは子供の目線だろ。この時に貞子は8歳だったんだ。母親が超能力者だったってことは娘もそうなる可能性が非常に高い。つまり山村静子は本物の超能力者だったと言いたいんですか？だけどその子供の貞子の方がもっと強い超能力を持ってた。だからビデオに念写もできたし、人を殺す能力もある。よし、明日二人で大島へ飛ぼう。山村貞子の親族が残ってるかもしれない。面白くなってきた。ん？どうした？悪いですけど僕は行きません。何？これはゲームじゃないんですよ。僕に残された時間は明日と明後日と、あとたった2日間しかない。だったら僕は残された2日間を妻のために使いたいんです。失礼します。ちょっと待て待て。おい浅川、お前いいのかそれで。どうしたの？今日は早かったのね。紹介
まで歩いて遅いんじゃなかったっけ。ちょっとね、ローテーションがあったんだよ。それより、これ。え、何、今日は何の日だっけ。いや、別に何の日じゃなくたっていいじゃないか、これ突然のプレゼントだって。きっと似合うと思ってさ。え、冷ませた。あー、嬉しい。開けてもいい。うん、もちろん。悪いビデオよね。見たのか。うん、何なのこれ。え、いつ見た。いつ見たんだよ。今日の昼間、病院から帰った後だから、2時過ぎ。バカ、何があったの。僕はいけないんです。僕が特ダネ焦ったばっかりに妻まで。お前も俺も助かる。だからお前の女房も助かる。どうしてそんなに自信があるんです。もうダメかもしれないって、そんな風に考えたことないんですか。お前には分からんだろうけどな、俺には不思議とこのビデオの後に引きつけられるものがあるんだ。そして俺たちは必ずこの主に会える。山村家はもともとこの辺じゃ知られた名家だったらしいんですが、今はここには山村静子のいとこにあたる人が住んでるそうです。山村さんですか。子は死んだ。三原山に身がけて死んじまったよ。もうずっと前の話だが、静子はよ、見たくもね、先のことが見えたりしたんで、よく頭が痛いと言って寝込んだりしてたんだ。あの生駒平八郎ってやろがそこに近くで、静子を金儲けの道具に使いやがった。やつには女房子供まであったくせ、静子をはらませやがった。その子供が貞子さんですか。そうなんです。静子は人前にさらされておかしくなっちまった。おまけに二人目の子供はすぐに死んじまって、逃げるように東京から帰ってきたと思ったら、貞子を残して山に飛び込んだ。おかげで貞子は一人ぶっちになっちまった。
子は母の静子以上に妙な力を持っていた。そのため小さい時は随分いじめられた。何してんだよ。それが貞子さんどうなったかご存知ですか。ここを出ると逃げるように島を出てって女優になるとか言ってな、秘書とかいう劇団に入ったらしいんだが、それ以来行方知れず。綺麗な子だったから、お方変な男にでも騙されたんだろう。浅川さん、今一体どこで何やってんですか。無断欠勤だって厚生の方じゃもうカンカンなってますよ。悪いけどちょっと調べてほしいことがあるんだ。30年ぐらい前な、飛翔っていう劇団のメンバーで山村貞子っていうのがいたはずなんだよ。彼女が今どうしてるか調べてくれないか。それと帝大助教授だった生間平八郎っていう男、この男の消息も調べておいてくれ。頼む。だったぞ。入ってこないもん。そっか、じゃあ飯でも食うか。どうしたんだ、さっきから。明日のこの時間ですよね。明日のちょうどこの時間、僕死ぬかもしれないんですよね。何弱気になってんだ。高山さんには分からないでしょうね。高山さんには僕が死んだ後も14時間も残ってるんですから。くだらんこと言うな。ここに来てる14時間ってのは大きいですよ。いい加減にしろ。いい加減にしろ。お前あと24時間だぞ。ゲームの終点見えてんじゃないか。とにかく明日の朝東京に戻って貞子の情報を集めろ。信じろ俺を。希望をなくした時点で負けだ。お前は分かるだろ。ん？吉野からの報告で劇団飛翔の当時の劇団員の一人が見つかった。すいません、有馬さんですか。はい。あなた昔劇団にいませんでしたか。飛翔っていう名前の劇団。ああ。山村貞子ってご存知ですか。山村貞子、
思い出せませんか。同じ頃劇団にいたはずなんですけど。随分前の話ですから。ちょっとそこで待っててください。なんで逃げるのか。離せよ。もう関係ないな。警察に用はないよ。警察じゃないですよ。新聞記者ですよ。ちょっと昔のこと聞きに来ただけですよ。しめもりのことじゃ、ずいぶんあの時は警察に絞られてな。もう30年近くも前の話だ。山村貞子がいい女だった。なんか東京にはいない純粋な雰囲気のある娘だった。しかしあいつは普通じゃなかった。劇団の同期の重森が貞子をものにしてやるって言い出したんだ。それで夜中に貞子のアパートに行ったんだ。貞子の声じゃねえか。おい、私も飲むね。そしたら先客が嫌がった。貞子が相手のことを呼んだんだよ。なんて呼んだと思う。お父さん。お父さん。ああ、それだけなら警察沙汰にもならねえんだ。話はここで終わんねえんだよ。重森のやつ、それ見たらおかしくなっちまってさ。貞子、実の親とできて俺とできねえわけがねえとか言ってよ。その後貞子のアパートに押しかけたんだ。何なんだよあいつ。な、俺だって貞子。それで重森は死んだ。死んだ。心臓麻痺でな。心臓麻痺。はい。生駒平八郎の息子と会ってきたよ。うん。平八郎は晩年結核を患っていてね、その担当医で長尾って医者が熱海にいるらしいんだ。うん。すいません。はい。長尾丈太郎先生がいらっしゃいますか。診察の方ですか。いえ。あ。長尾丈太郎さんですか。ええ。山村貞子ってご存知ですよね。あんた。あの、ちょっと。山村貞子に何やったんだ。貞子。
あれはもう30年前のことです。山村貞子は私の患者だった生間平八郎の娘でした。私は貞子が父親と肉体関係を持っていることには気づいていました。でも私は貞子をかわいそうとは思っても汚れていると思ったことは一度もなかった。それどころか私はいつの間にか貞子の美しさに心惹かれていってしまったのです。そしていつしか貞子も私を、お互い口に出すことはなかったけれど二人は確かに愛し合っていた。あの事件が起こるまでは。ハチ、ダメだよ、ここの水は飲めないよ。貞子は女じゃなかった、男でもなかった、両性具有だったんだ。両性具有？そう、正式には抗がん性女性化症候群というもんだ。貞子、やっぱりあなたも同じなんで。いや、殺してやる。あ、貞子の声が頭の中で響いた。殺してやる。そしたら急に胸が。殺してやる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 。お前を殺してやる。やめろ、貞子。あっ。
ないんだ。本当なんだ、信じてくれ。貞子は私に殺人を仕向けたんだ。私は貞子にそうやると言われて。じゃあお前が人殺しなんじゃないか。中尾さん、じゃあ最後に一つだけ教えてください。あなたがいた診療所ってのは当時どこにあったんですか。箱の富士見村です。今はもう地名が変わっていると思いますが。箱根の富士見村。ここだ、ここですよ。僕が年写ビデオを見た貸別荘。やっぱりそうか。あれは診療所の井戸の真上に建てられたものなんだ。じゃあ、あの部屋の床の下には貞子は眠ってるよ、今でも多分な。貞子を井戸から引き上げて手厚く葬ってやろう。それがビデオを見てしまった俺たちが生き残る唯一の方法なんですよね。僕にはまだわからないことがあるんですよ。何？貞子はどうして父親なんかと肉体関係を持ったんでしょうね。いや、父親との肉体関係が問題じゃないと思うんだよ。問題はね、貞子という娘が生まれながらにして人間の持つあらゆる美しさを兼ね添えていたってことだ。それを一番よく知っていたのが父親だったんだろう。その二人が世間から弾き出されてだよ。愛おしく抱き合うってのはそれほど不自然なことじゃないと思う。貞子はどうしてこんな無差別殺人のような行為をしたんでしょうね。普通憎しみを持っている相手にだけ復讐すれば済むことなんじゃないですか。だってね、彼女の20年足らずの人生ってのは普通の人間の一生をはるかに超える不幸の連続だったと思うんだよ。だからそれを全部ひっくるめてしょっかぶって凄まじい恨みを込めて彼女は今あの狭い井戸の中に眠ってるんだ。俺はそう思う。ビデオ見た部屋どこだ。あそこ。早くしろ。
水遊びやめさせないとな。それが問題の答えだ。よし、じゃあ俺は下に降りるから、お前上でバケツ引き上げてくれ。分かったのかよ。分かりました。大丈夫ですか、高山さん。お前こそ大丈夫か。しっかりしろ、頼むぞ、お前。はい。え？はい。よし。じゃあ行くぞ。高山さん、いや結構深いぞ。気をつけてくださいよ。どうしたんですか。交代。え？交代だよ。ちょっと待ってくださいよ。俺にはとてもこんなことできない。何甘ったれたこと言ってんだよ、お前もバケツ持ち上がる力もないじゃないか。時計見てみろ。あとどのくらい時間があると思ってんだ。しっかりせよ、朝香。はい。気をつけろ。
サダコ、高山さん、高山さん、高山さん、起きてるよ。なんだ、終わったね。あのじいさん黙って受け取った。あ、それはよかったね。ええ、墨を見せた途端にそれが何なのか分かったみたいでした。でもビデオを受け取らなかった。消してくださいと言われました。ああ、なるほどね。よし、そんじゃお互い命が助かったお祝いに一杯やるか。あ、いいですね。じゃあ僕次の飛行機で羽田向かいます。2時半に羽田のアビオンでどうですか。はい、それじゃあ2時半。はい、わかった。
先生、先生、いや、いや先生、先生、先生。死んだ。なぜだ。先生のことよく言う人誰もいなかったけど、でもね、あの人本当は優しい人だったの。知ってる。よく知ってるよ。私のこと一度も抱いてくれなかったけど、でもね、私たちうまくいってたの。なあ、高山さんどうやって死んだ。何でもいい。なあ、気づいたことあったら教えてくれ。なあ、何でもいいから。なの、あの人死ぬ前にあなたの子供って独り言言ってた。あなたの子供。どうしてだ。俺たちが定子の思いを遂げてやったんじゃなかったのか。どうして俺は生きてんのに。子供？待て、待てよ。俺がやって、高山さんがやってないこと、なんだ、なんだ、なんだ？子供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 ？俺にコピーしておいてくれ。やり方わかるだろ。俺は高山さんにこのテープをコピーして見せたんだ。じゃあコピー終わったらここに置いとけばいいんですね。できるだけ早く見とくよ。お前が生きてる。そうか、貞子は電車ビデオを利用して自らの怨念を捕食させようとしてたんだ。死にたくなければその方法はただ一つ。その方法とはこれを見た者が死者となり、新たなものを死へと誘うことのみ。知恵と誘うだと。
静香が誰かにビデオを見せればいいってのか、それが助ける方法なのか、次の犠牲者探せってのか。高山さんは貞子の残した恐怖の連鎖反応を断ち切るため死を選んだ。しかし俺にはできない。これから俺は妻にビデオをコピーさせ、そのコピーされたテープを誰かに見せなければならない。その次も、そしてその次の相手も、そして人間たちはこれを永遠に続けていかなければならない。もしどこかでこのリングが途切れたとき、その時こそ貞子の本当の復讐の始まりなのだ。Oh,
邪悪なギタリストは増えるばかり。どうするジャミコ、頑張れジャミコ。